はい、映ってるかな、第7ランドのスカイライン A のコブ斜面を見ていこうと思います。今日が1月11日、3時前かな、3時過ぎかな、今日ボード履いてます。はい、重たいね、雪が降ってます。さあ行ってみよう。ノーカットで行くね。今ね、 GoPro で撮ってるんだけど、だからアップロードはね、ちょっと夕方か夜になります。で、自撮り棒壊れたから手で掴んどるんですよ、今 GoPro を。ご了承ください。さあ行ってみよう。コブさ、さっきリフトの上から見たらさ、ちょこっとできとったんだわ。っていうか昨日見たらね、コブがしっかりできてて、スカイライン A ね、スカイライン B にはめったにコブできないんだけど、よいしょ。他の動画も見てくださいね。スマホで撮ったのはもうアップしてます。 GoPro で撮ったのは、もうちょっとになります。平日だから誰もいないね。ガスってるね。あ、雪がちょっと軽くなってきたかな、降っとる雪が。まあ明日の天気予報一切だね。ちょっと天気予報によってはね、雪、雨、晴れ、曇り、もういろんなこと言っとるから。あ、気持ちいいなこれ。おいいね。お、気持ちいいなこれ。15センチぐらい積もっとる。いいね。パウダー、パウダー、オモパウダーだね、オモパウダー。こういう感じの重たい、こういう感じ、わかります、重いっすよ。スカイライン A だね。スカイライン A の続きはあそこだね。あれがスカイライン B だね。さあスカイライン A 行ってみましょう。まだね、ノーズをね、危ねえ、埋まりそう。もうちょい積もればね、ノーズを上げる運転しないと埋まるわ。今あそこで埋まりそうだった、危なかった。今だから埋まるのが10センチから20センチぐらいの積雪なんで、深い雪がね、もうちょい積もると埋まるね。はい、これがスカイライン A の下の方です。はい、これ重たい証拠だよね、この後ね。ほら重たいでしょ、これ分かるでしょ、画面で分かります、これこの感じ。下はガリガリだね、この感じ、これガリガリ、ボサボサ、重たい、重たい。さあ行こう。ノーカットできるね。ちなみにこのチャンネルは高須とダイナ専門です。スキー・スノーボード専門チャンネルです。コブが見えんな。どれだ、コブ、コブどれだ、コブどれだ、わからんぞ。これかな、あ、これだな、これだな、あ、これだね。こういうふう、こう、こう、こうだね。ちょっと重たいでターンする自信ないな。 GoPro 落としたくないし、ごめん、ちょっとこの歯で行くね。また GoPro 自撮り棒復活したらさ、ちゃんとターンしてチャレンジしますわ。これさ、 GoPro 今掴んどるでさ、落としたらもう紛失だで。まあこんな感じです。横幅あるよ、縦の幅もある、コブね。1レーンだけだから、滑りやすいですよ。階段形状かどうかわからんけど、昨日上から見てね、リフトの上からちょっと階段形状だったね。ただ横の幅も、あ、ほら階段でしょ、これ見えんか、これね。ただ縦の幅、横幅の幅もあるから滑りやすいですよ。で明日来る人ね、練習になるんじゃない。ダイナのさ、ここもダイナだけど、乙女コースのさ、
なんだっけ、ナイターでも滑れるコブ斜面あるじゃん。あれは細かいから、縦も横も狭いからさ、あれだけどさ、まあコブずっとついてますね。ちょっとパウダー滑りますね。オモパウダー、この音でわかるでしょ、これ。まあ水分めちゃくちゃ含んどる証拠ですよ。重いけど深くないからターンできます。ちょっとウィリーノーズ上げなからね、やっぱりちょっと深くなってきてますね。うん、あでも面白いよこれ。うん、これは初心者の俺にはきついけど、面白いですよこれ。分かった、じゃがいもがさ誕生するきっかけ分かった、これだわ。もう一回いくよ、じゃがいも作るね、いくよ、見とってよ、これだわ。こう来てザザザザザーでしょ、これだ、これがじゃがいもが誕生する瞬間だ。これだ、ほらじゃがいも、ほらできた、じゃがいもができる正体が分かりました。すいません皆さん、じゃがいもを作ってしまいました。僕が犯人です。はい。俺、これじゃがいもじゃん、こんなん。ほら。俺、これだわ。じゃがいもができる。じゃがいもの耕し方が分かりました。はい。じゃがいも超えとるじゃん。かぼちゃじゃん、かぼちゃ。はい、ということでね、次、馬乗せ行きます。しまっとらんけやけどな。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。